はい、どうも。今回紹介するのは、珍しく、レースカーです。カストロールセリカですね。なんでこれを紹介しようと思ったかっていうと、今 ST185 のセリカっていうと、実質入手しやすいのはこれだけになっちゃうんですよね。昔っていうほど昔じゃないですけど、長谷川でノーマルの、185セリカの GT4RC、が取れたんですけど、今はもうそれがなくなって、で、かつタミヤからは、GTR、ST182?3? とかになると思うんですけど、それしかなかったんですね。で、185を作ろうとすると、実質これしかなくなっちゃうっていう風になってしまってますんで、まあ、とりあえず、まあ、ラリーカーですけど、まあ、これをちょっと紹介しようかなと思います。もともとこれ93年の、モンテカルロラリー仕様、っていう風になってるんですけど、まあ、今ね、トヨタも WRC 復帰すんのかなとかっていうこともちょっとささやかれてはいますけど、どうなるのかな。中こんな感じです。で、これ、185は、まあ、リトラのヘッドライトなんですけど、このようにヘッドライトが開いてる状態の、この状態でもすでに成形されちゃってます。なので、ヘッドライト閉めた状態で作ろうとすると、加工が必要になりますね。まあ、あとはまあ、完全紙反射仕様にしようとすると、例えばこの給油口のね、モールドとかを直したりとか、これでまあ、加工はまあもちろん必要になるんですけど、まあ18セリカを作りたいっていうふうになると、これになっちゃうんで、ちょっと紹介しようかなと思ってます。まあ、基本、これね、昔作ったことがあるんですけど、このラリー仕様じゃなくて、これをベースにちょっと、普通の市販車っぽい感じにしようと思って作ったことがあるんですよ。ただね、これね、紹介したいんですけどね、もう袋に全部入っちゃってるんですわ。全部袋に入っちゃってるんで、これバラすわけにいかないもんで、あれなんですけど、まあ、こんな感じです。で、まあ、一応カンガルーは、じゃないわ。これ中か。中のロールケージの部品とか、フルバケが入ってるとか、フルバケのセット、シートですね。で、まあ、ラリーカーで、一応もう左ハンドルの内装になっちゃってるのと、まあ、ラリーコンピューターみたいなのもモールドされてたりします。ホイールはこのように2種類入ってます。これね、OZ っていうのが正しいのか、OZ っていうのが正しいのか、OZ っていうのが正しいのか、自分はわかりません。ただ、一番最初に聞いたのは OZ だったので、自分は OZ って呼んでますけど、そのホイールが2種類入ってます。まあ、外国のね、メーカーのやつなんで、まあ、ちょっとあれなんですけどね、どうしても。で、このように、内装もまあ、このように、まあ、ラリーカー仕様というか、そういう感じで。で、ちょっとね、やりにくいなと思うのは、この、消火器ですね。比較的新しいやつだと、ラリーカーだと、この消火器も別体部品になってるんですけど、これもう一体になっちゃってるんで、この辺がちょっとやりづらいかなっていう気がします。なので、まあ、ちょっとね、あと、これがなんでかはわかんないんですけど、多分ラリーカーだからなのかわかんないですけど、普通18セリカって5ケツなんですよ、ホイールが。なんですけど、こいつは4ケツのホイールがついてます。で、一応実写写真も、出てはいるんです。でも実写写真出てるけど見えないな。見えないですけど、4ケツのがついてます。多分ね、まあ、タミヤのやつなんで、まあ、交渉違いとかってことはないと思うので、まあ多分、その、タイヤ交換の手間を少しでも省くようにってことで4ケツになったのかなーっていう気はしないでもないですけど、ごめんなさい。この辺はちょっと勉強不足ですいませんけど、ちょっとそういうふうになってます。で、これはね、自分のあくまで記憶違いだったんですけど、ターマック用の、タイヤがついてると思ったらスリックタイヤがついてますね。前組んだ時、スリックだったかな。なんだろう。細かい、カローラのダブルアルカーとか、あとインプレッサのラリーカーとかだと、ちょっとこう、軽く溝が切ってある系の、溝って言っていいかわかんないですけど、そういうタイヤがついてたような覚えがあるんですけど、今はこういうタイヤがついてます。で、デカールはこれカルトグラフではないです。しかもね、売る方としてはとっても悲しいね。むき出しでホチキスでこの紙が留めてあるだけっていうね、ちょっとね、
ここはちょっと袋に入れて欲しかったなせめてっていうのが本音ではありますけど、一応こういう風にデカールがついてあります。ただカルトグラフではないので、まあ貼り付ける時にね、ちょっとなとか、あとは長い目で見た時品質的にどうかなっていうのがあるんですけど、まあ18セリカを作りたい、でも今ノーマルとか他のキットがないっていう風になっちゃうと実質これだけになっちゃうので、今回はまあこれで紹介させてもらいました。結構ね、レーシングカーと、あと一般の市販車っていうのはパッと見には一緒でも、細かくいろいろとやっぱりそれ用に作られているので、細かく違うところがあるんですよね。なのでその辺を、まあ、例えばこれをベースに市販車作りたいっていう人がどれぐらいいらっしゃるかわかんないですけど、その辺のね、交渉が結構難しいかなっていう気はします。ただまあこういうのやってる人もいますので、まあもちろんこのままね、カストロールセリカとして作るのも面白いと思いますし、これベースに何かしら作ったりするのも面白いと思いますので、まあよかったらやってみるのもいいんじゃないでしょうか。一応このライトポットとかもね、ついてはいますので、このキットの中にね。その辺でまあやってみてもいいと思います。というわけで今回紹介させていただいたのは、タミヤのですね、カストロールセリカのモンテカルロラリー優勝者仕様の紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。